そのぶつかり合いこの、ワールドクラスで出せるっていうのはそれ一番楽しいことだなと思います。去年より緊張してますね。一番一番取れる相撲を取っていきます。何が出てくるんだろうっていうものを作るのを心がけてます。ディアジオリザーブワールドクラス2012ジャパンファイナル優勝は吉田茂樹さんです。もう泥水飲んで頑張ってやってきたんだと思います。その苦労を私も横で見てるんで、やっぱり。やっとたどり着いたかなっていうのと、まあなんとか鍛えられてやっとここまで来れたっていうところですね。だったり技術だったり能力だったりその選手10人の選手のレベルが確実に上がってますし、優勝された吉田さんというのはまずやっぱりなんか屈託のない笑顔というかヒューマニティというのかな、その素養があったんじゃないかなと思います。そういうところがなんか一杯のカクテルがすごく美味しくって優しくってあったかくってっていう感じがすごくあったような気がするんです。これは世界大会のファイナルにも言えることなんですけども、圧倒的に足りないのはブランドを語るということですね。製品に対するやっぱり敬意というんでしょうか、そういった気持ちは、まあ、まだ欠けているなと。知識も高まってるし、ものを聞いても上手に答えるようになってきてるんですが、それが決してこう何でしょう、本当の力になってないというか、お勉強ができるだけでバーテンダーとしての本当の力とはなかなか思えない。
ですね、ブラジルはまだ遠いので体力もいると思います。あとはもうその日本代表ということになったので、数々の皆様に支えられてここまで来ましたので、諦めないことだと思います。